はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日は役立つ授業スキルということでできた人から先生に店に来なさいという技術について徹底解説をしたいと思います。はいまずアンケートの結果からお話ししていきたいと思います。子どもたちに作業を貸した後の指示なのですができた人から先生に店に来なさいという指示を使ったことがありますかということで なんと回答数が629ということでこうした教育技術にたくさんの先生がこう関心を持っておられるということを改めて感じました、はい、結果なんですけどもよく使っている50%たまに使う44%使ったことはない4%その他が2%ということで、まあ、ほとんどの先生が使っているということが分かりました はい、続いて書き込みも紹介させていただきます。いつもたくさんの書き込み、本当にありがとうございます。えー、算数の時に使います。問題を少なく設定しておいて合格した人を中心に困っている人へのアドバイスに行くようにしています。答えではなく解き方、考え方を教えるように子どもたちには言っていますと。 校長には持ってこさせると今日したい子どものやり取りになるので子どもたち同士で学び合いをさせなさいと何度も言われますがノートチェックの効率が良いので今後もやめることはないと思います勤務時間内に採点までしたいので早い子から集めて丸つけコメント入れもしていますテスト以外でやると子どもたちを早く終わらせたがるので手抜きますテストでも早く読書したいから見直ししなくなるかも 作業指示を出す同じ指示を繰り返しながら見て回る、えー、全員作業にかかったら定位置で待機、えー、持ってきた子をチェック、えー、ここまで一連の流れで行っていますやらない方が気持ち悪い感じですチェックの後は板書させたり席に戻って作業を継続させたりとその時々で変わりますがということです。 はい、できた人から先生に見せに来なさいというこの指示、えー、私自身どのような場面で使っていたのかなということをちょっと思い出してみました。あっ 圧倒的に多かったのが参加型板書への一連の流れですね。これはぜひね私の参加型板書に関する動画をまたご覧ください。まあ何らかの考えを子どもに書かせて、えー、丸をつけて、えー、ね、えー、そのまま子どもたちに板書をさせる。まああるいは計算の練習問題なんかを子どもたちにさせて丸をつけた子から黒板に書かせていってと。えー、そしてその後ねその子たちに説明をさせたりするというような これは一番多かったですね。次に漢字スキルのチェックですね。寝室漢字、大体1回に私は4個ぐらいしか進みませんでしたので、指書きをやって、なぞり書きをして、その後ね、自分たちでその字を子どもが書く部分あるんですけども、で4つ書けたら、あの4つね、最後まで行ったところで、店に来なさいというふうに言います。これ、結構間違ってる子いるんですよね。ですから、間違ってる子は直してらっしゃいと。 もう4個程度ですのでね、まあ、子ども自身が各自は実際は4個だと、寝室漢字4個だと8個ぐらいになるのかな、えー、でも全部間違ってるってことはありませんから、まあ2、3個直して持ってくるというような感じになりますかね、もちろん早くできた子もいますので、そういった子たちにはね、国語ですから、音読をして待ってなさいというふうに指示しましたね。えー、それから次に多かったのが、ノートのチェックですね。ちゃんとととやってあるからのチェックということで 特にね、ちょっとあれが目立つような学級だと、いい加減なことをする子が多いので、例えば、今日は最後でノートを、全員のノートを見せてもらいます、書いてなかったらやり直しですよっていう,うに予告をしておいて、まあ、関所のようにしてですね、えー、もうノートで出させて、えーね、こうね、でもね、それでも抜け出していっちゃう子がいるような時には、数を数えながらね、えー、必ずチェックをかける。えー、あるいはですね、これは算数の時間に多かった。 よくやったんですけども、ね、練習問題、例えば4つぐらいあった場合、3つ目までは黒板を使ってちゃんとやって、最後の4問目だけ一人一人チェックしたいなという時には、4番は、ね、できたら先生のところに持ってきて、丸をつけてもらった人は休み時間ですよというようなことをして、間違いがあったら直しとこれ1問でぐらいですからね、それからどうしてもできない子、当然いますから、その時間の隙間を塗って、そういった子たちの個別指導と。 いうようよなことにも使っていきましたあ、まあ、この個別指導をどうやってやるかということですけどね、その子の側に立って、えーねまあ、ヒントを出しながら、そこへ子供たちに直接持ってこさせて丸をつけてチェックをかけていくわけなんですけどね、こういうこともよくやりました。えー、それからですね、私文暗証。 まあこれはしょっちゅうあったわけじゃないんですけどね、えっ、ー、と、まあ、短い詩なんかだったら覚えてきなさいということで、自信のある人から先生のところへ持ってきなさいということで、持ってこさせて、えー、合格した子には私はシールを貼ってあげて、そのシールをもらった子はそのままミニ先生になりますね。で、まあ、その子が聞いて合格だったら、その子がまたシールを渡すということで、シールを渡したりしながらね、どん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 そうやってミニ先生を増やしていって、 でなかなか覚えられない子は何度も何度も挑戦をして合格していくというような形やりましたこれは大変子どもたちに人気がありましたね、えー、それからですねテストのチェックということでね特にその楽器が始まった最初のあたり、えー、空欄があるのに出してきたりだとかね記号で答えなさいって書いてあるのに実際に文で書いてきたりだとかそういうねうっかりミスをやる子が結構多いんですよね えですから、できた人から先生に見せに行きなさいということで、ね、その空欄があったらそこを指摘したり答え方を間違ったら指摘をするということをよくやります。でこれを、ね、あのペケをつけて返すとうっかりミスをつけて直すためにペケをつけるという指導もあるんですけども私はです、ねえー、最初のうちはこういう指摘をちゃんとしてあげました。 どちらがいいか、それは考え方次第だと思うんですけどね、私はいきなりペケをつけてね、えー、返すぐらいなら、そうやって指導していって、えー、ね、えー、行った方がいいように思いますね。まあ、こういうこうこいった形で、こうこの指示を使ってきたと思うんですけども、まあ、一番の狙いはですね、えー、授業に動きとリズムをもたらすということですよね。 もうずっとね、1時間、まあ、45分なんですけども、椅子に座っているっていうのは、子供たちにとっても苦痛なんですよね。ですから、できた人から店に来なさいという、ちょっとした動きを入れるだけで、えー、ずいぶんと授業って変わってくるんですよね。えー、次々次,次,次にできた子が持っていけば、よし、私もっていう子もいますし、逆にね、えー、難しい問題出して、誰かが持ってきてね、残念、ね。 70点ぐらいかなっていうふうに言われて、戻って再度やり直しているのを見てね、よし、俺もと、よし、私もという子たちが出てくるということもありますね。まあ、そういうふうな動きやを作り出すと。 それからね、ポンポンポンと持ってきて、個別に評定することによって、リズムも生まれてくるんですよね。そして、個別評定っていうのは、できてる、できてない、はっきりさせるということですよね。これによって、子どもは何をすればいいかということも分かりますし、褒めてもらった子は当然嬉しくなりますよね。さらには、さっき言ったようにね、時間短縮にもなっていくわけなんですよね。まあ、こういうような変化をね、もたらすということで、私は非常にこう、多応していました。 はい、このできた人から先生に見せに来なさいという指示、できてないこの絵のフォローも非常に重要です。えー、私はですね、例えば考えを書かせている時なんかですと、途中まででいいですから先生に見せに来なさいという指示を出していました。それでもね、全然書けてない子も当然いますので、まあ、それはね、期間視しながら頭には入れるんですが、再度確認の意味も込めて、まだ先生に見てね、見てもらってない子は手を挙げてと。 ということで確認をして、まあ、参加型版紙の場合はね、えー、自分がね、一番いいなと思う考えを移しておきなさいというふうに指示もしますし、えー、実際にね、近くに行って助言をしたりということもやってますね。えー、大事なことは、やってない子、できてない子、できない子。 これちょっと別なんですけどやってない子できない子を見落とさないということですよね。その上でまあ個別のフォローっていうのはさまざまな形があると思うんですけども、全体としてはまず途中まででもいいですから先生に見せに行きなさいと。で、まだ先生に見てもらえない人は手を挙げてということでね、ね先生は必ずチェックをしますよというような姿勢を示すということは非常に重要ですね、まあ、こういうい動きをですね。 えー、教師、指導の授業であるからダメだというふうにおっしゃる方がいるんですけどもね、教師、指導で何が悪いと私は思うんですけどもね、えー、やっぱりねあの、勉強には積極的に参加して、一生懸命頑張りたいっていう子もいれば、ですねやる気がないっていう子もいるわけなんですよね、まあ、そういう子たちがいるから教室なのであってね、みんなやる気満々であるはずではないんです。 ねえー、ですから、あのまあ、何度も今までも話をしてきたんですけどね、えーまあ、結局、教師としては学ばせたいことがあるわけなんですが、それを学びたいことに変えるのが、まあ、教師の仕事ですと、えー、そのためにですね、えー、こういったね、えー、できた人から先生に見せに行きなさいと、これはもう私が発明したものではなくてね、私たちの先輩の時代から使われてきた技術ですので、こういったものもね、えー、効果的に使っていくと。 いうことが非常に大事だというふうに思っていますセミナーの告知です授業作り講座6教科書を活用した算数指導文章題編、えー、令和5年10月22日日曜日午後8時から午後10時まで行います、えー、参加費は1000円ですたくさんの先生方の参加お待ちしておりますはい、ご視聴ありがとうございました説明欄に教材にすぐにアクセスできるホームページの紹介 そして月に1回行っていますセミナーの案内を掲載していますのでそちらの方もご覧くださいこの動画が役に立ったという方は是非チャンネル登録そして高評価ボタンのクリックをお願いしたいと思います